はい、今日もというわけでね、今日は再び宝富さんにお邪魔します。おわあ、いやあ、なに楽しげな。いや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 、もうね、もうすっかり満身を改め、なんか噂で聞きましたよね、と、はい、心を入れ替えて謙虚謙虚になったと、はい、お帰りお帰り、はい、お帰り。今日はね、もう本当にこの謙虚な気持ちで心からかこの皆さんにこの5月20日発売龍海外銀河の魅力を皆さんに伝えたいと思っております。おわ、楽しくやろうと。はい、そう、僕のビクトリー、そしてダブルビクトリーのデッキを組んできたので、ぜひ、はい、楽しく対戦してください、はい、お願いします。お願いしますいいね、お、なんか謙虚になってる、はい、ちなみに最初のデッキは何なの？これはね、これもうまさに今回の目玉中の目玉、ダン、出た出た出た、熱血青龍海銀河のデッキを用意してまいりました。とうとう、はい、出ちゃいます。非常にこれ楽しいデッキなんで、いいですね、ぜひ皆さんにもこれを伝えたいなと。あら、はい、めっちゃ謙虚になってる。いいよいいよ。いや本当にね、もう、いやもういつもお世話になっております。ありがとうありがとうございます。いいね。あ、イケメンは、イケメンはイケイケカイザーバキデッキを持ってきましたから。この前なんかいっぱい負けたんで、はい、もうネットとかで大会とか見てね。なるほど、もういろいろ研究してきたっていうので。なるほど、強いデッキを研究してきた。これ勝負したいな、楽しくって思って。いや楽しく、いや楽しくお願いします。はい、ナイス。外銀河自信あります。じゃあまずお試しさせましょうか。はい、いやー外銀河ね、はい、もういやーもう持ってるよ俺。外銀河もうすごくかっこいい、かっこいいですからね。ダブルビクトリー、はい、ピカピカで、ね、もうこれはいやーちょっと楽しみだね。やられたことも忘れ、そうだね、外銀河ね、課長が使ってね、はい、いやいや、お願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あ、成功、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか心なしかよろしくお願いします。なんか後爽やかですかね、うん、爽やかに。じゃあ俺をターンチャージしてエンド、よろしくお願いします。もうじゃあガッツンダはチャージしてターンシルです。なんか優しいな、デッドマン。なんか優しいな、本当に謙虚になった感が。マナの置き方もなんか謙虚なんですよ。謙虚だ、謙虚に置く。じゃあ謙虚にマナチャージ、フェアリーダーに。あ、いいね、して伸ばすね、伸ばすね。もう改造してきたからね、バイキ2枚取ったけど全然いいんだよ。じゃあ2マナタップでトップギアしようかね。ターンシルネイです。やっぱ早いな、すごいな。しかしドロ、じゃあこっちチャージして、伸ばしたいね、2マナで、フェアリーダー、おー、いいね、いいね。さらに加速、ターン、なるほど、じゃあどうしますか。いいよ、いいよ、どうしようかな。まあ、ガツナもいいよ。じゃあ3マナ、1マナあれだなって。4マナでストラスアイアン、流派ストラスアイアンでしょうか。ドラグナー、はい、ドラグナーです。あのグレンモルトに続くあの4マナのドラグナーですね、うんうんうん、これは熱血拳ミリージーホーンを呼び出して装備します。じゃあ超次元ゾーンから武器を持ってくるぞ。トップギアで攻撃するかしないかしようかな。一番シールドブレイク、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 シールドブレイク。ターンシールドです。オッケー、アトップ。まあまあまあ、でもなんか結構並んできたな。そうそうそう、結構ね強いんですよ、このイケメンチャージ。ラサイドもイケメンチャージ、イケメンチャージして6万、イケメンチャージから6万。いつもどんだけ楽しサイバーサイバーガール。じゃあ、それでは戻し3枚、はい、きっとね、グレンモルトとかあったな。まあまあまあ、あってもね、あってもニコニコ、ニコニコしますから。正しいかもしれないね。じゃあ、私も行きます。ドロードロドロね、ドロードロドロで、デアムラジオのドロードロ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 、爽やかドロー、爽やかドロー、爽やかドロー、爽やかでしたね。爽やかちょっとかぶっちゃうんだな。確かに、まあ、そうだ、謙虚ですね。ちょっと爽やかの謙虚で履き違えてる違いますから。間違えてる。なるほど、これ難しいな。結構これ難しい選択を迫られてしまったかな、これ。チャージ、どうしようかな。グレモルトいなくなって、そうなんですよ、グレモルトいなくなっちゃう。めっちゃいなくなっちゃう。じゃあ1マナで1コスト軽くなる。もう一回トップギア、はい、お、おこれ軽くなる、取りちゃった。3マナで、勝負ダジャージャーを一応トップギアに使います。はい、真ん中、これ前回全くないです。じゃあストラスライダーで、これこれはアンタップのクリーチャーダブれるんですけど、パワーも分けてるんでシルブレイクいきます。はい、ブレイク、おっと、おっ、トリガー、イケメン、トリガー、ドンスイ、やっぱね、1、2、どんどんスイゴン、これはでかいな、でかい、セブンスター、取ります。いいね、強力な動きだね。はい、戻すのどうしますか。これ攻撃できますね。なるほど、
ゃあこの子にします。じゃあ手札に行きます。じゃあターン終了、ターン終了時グリージーホーンの流回発動します。あ、やべえ、騙された。いやいや、騙した騙した。そんな騙すかって人気のように謙虚ですからね。ターン終了時にグリージーホーンの発動されたな、装備してるページがタップされてるとこれ流回します。絶決にリトルビッグホーン。じゃあターン終了です。増えたぞ。そんなみんな相手のカードの能力も見ようか。ウェポンがクリーチャーになると。はい、俺これあのあえて言わなかったんだな。でも、はい、2コストのドラッグハートウェポンは全部ターン終了でタップされてると。なるほど。あ、すごく使いやすい。でもそうなんだ。はい、だから攻撃すればいい、分かりやすく、うん、これね、あの単純に1体のプレッチャーが2体増えるんで、うん、これそれだけの強力ですね。しかも結構強い能力持ってる。そうだ、これはアンタップのプレッチャー殴れる攻撃力っていう能力ですね。負けないぞ。セブンスタワー、はい、了解です。伸ばすぜ。7枚あるんで3枚メタモフクがされると。これタップ、はい、もう一枚、はい、そして6マナありますね。3マナで、もうもう次のターン全員出てきちゃいますね。3マナで、はい、あ、最短のヤシロ、12マナぐらいありますよ、これ。これはで2マナ使って、完璧にピクシーライト、すごい、うわ、素晴らしい。この回収するのはバキ、いやー厳しい。バキ回収します。はい、でここはもうちょっといいと、さらに使って、はい、ピクシーライト、おー、もう一発使います。おー、さらに回収が、バキをもう1枚、2枚目、欲張り、欲張りで、で、これで、はい、ストラスサイドパー、4000に合ってるんですけども、破壊されてますね、はい、で、これでターン、エンド、うん、もうこれ次のターン、超次元ゾーン戻んのかな、ストラスサイド、これ超次元ゾーン戻ります、あ、これは超次元ゾーンじゃないです、ドラゲンの、あ、そうか、こっちが、これですね、あ、なるほど、そうそう、武器なんで、そうか、そうなんですよ、これ違うクリーチャーになると非常に強力なんですよ、では、どうしようかな、さて、王手かな。うん、厳しい。じゃあ1、2、3、4、5マナ、1マナ軽くなってます。5マナ流派グレモールとした出たついに、じゃあ銀河体験ガイハート装備、これスピードアップですね。さてこれでどうするか。これはこの前動画で見てたやつだ。そうですよ、これさっき GM 課長がこの間やられたやつですよ。これはやばいぞ。危険。じゃあまず流派グレモールドでシールド攻撃、はい、ブレイク、はい、1枚目、はい、じゃあリトルビッグホーンでシールド攻撃、はい、これなんか見たぞ。引け引け引け、おトリガーフェアリーシャワー、なるほど、ちょっとヒヤッとしましたね。嬉しいが、はい、これでこっちをマナに、はい、ではこのターン2回の攻撃成立。2回攻撃のあと銀河体験ガイハートが10回出たー、外人が、しかもこの状況で本体攻撃できましたもんね、はい、で、アンタップしました。で、流回時にまず7000以下のクリーチャー1体破壊します。最後にノアル破壊、破壊、そしてこいつスピードアタッカーです。なるほど。さて、じゃあトップギアでシールドブレイク、なるほど。これでシールドトリガーでどんどん吸い込む難易度が出ても、選んだら、選んだら、選んだらもう一ターン、もう一ターン、なんじゃろとか、なるほど、あるしかないの。しかもナイス。お、じゃあ外銀河でダイレクトアタック、負けです。ありがとうございました。いきなし、いきなし盤面変えたな。いやー、1ターンでひっくり返しましたね。出した時のターンでもうグレモルト、そうですね、もうスピードアタックになっちゃうんだ。スピードアタックで攻撃できるまでいける。ウェポンのガイハートの能力でスピードアタックになって、で、まあ、他にもう一体攻撃できるクリーチャーがいればよいと。はあ、なるほど。しかも結構サイバーエヌワールドクラスのカードも流回に破壊してしまう、うんうん、非常に強力です。7000が地味でこっちを勉強して、はい、バキが出るように、はい、で結構加速もして、まあ、そうですね、出せない雰囲気だったので順調に加速されましたけど、早いです、外銀河は強いです。畜生、畜生で、ありがとうございました。ありがとうございました。